焦ることはない。我は明日もここにいる。危機が去ってもなお、実力を温存できるのはいいことだ。この力で、碁石を操り、山河を変えてみせよう。心象筆伐。名君らしい行いだ。我の目が不自由だと知りながら、このような無理難題を与えるのか。あなたの言葉通り、歴史の流れの中では、すべてが移ろいゆくものだな。この勝利もまた、天地につながるだろう。白と黒が転覆され、天下が乱れる。これも世の常か。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ。あなたは先に撤退を。千山万水を司る神の一手を見せよう。碁石を手にしたのなら迷いは捨てろ。一手前には戻れない。勝利への布石をつかめるかはあなた次第。慎重にな。トーチと料理はよく似ている。あらゆるものに配慮し作り上げるという課題。あなたがどう対処するか聞かせてほしい。いつぶりだろうか。興味深い話題があれば話してくれ。ぜひ聞きたい。早いな。碁石を打つ音で起こしてしまったか。優れた賢者は適度な休息をとるもの。囲碁は明日にして、今は休むといい。せっかくの寄付だ。共に研究してみるとしよう。気持ちに感謝する。またか。頭を撫でるのは、空想独特の挨拶なのか。碁石の持ち方も、練習が必要だ。この服がタケノコと似ている？一枚一枚剥がしたい、など。なぜそんなことを言う？碁石で天地を語り、碁盤の目で地形を測る。囲碁とは世界そのもの。そんな風には思わないか。全面対決。このゲームは確かに面白いが、あまり夢中にならないように。成長が見られるな。あなたも名君らしくなってきたようだ。我の目を直したい。我にとっては、あなたが抱えているものの方が大切だ。晴れの日は共に外へ出かけ、雨の日は室内で囲碁を打つ。あなたと過ごす日々は、何をしても楽しいものだ。これまで、天地も山河も、あなたの運命でさえ、我の手のひらの中だと思っていた。自分の気持ちが、すでに制御できなくなっているとも知らずに。